問題児たちがい世界から来るそうですよ。は、龍の小太郎による日本のライトノベル。イラストは天根のあり。角川スニーカー文庫より、2011年4月から2015年4月にかけて刊行された。2015年6月からイラストを桃子に変更し、ラストエンブリオというタイトルで第2部が刊行中。略称は、問題児シリーズ。2012年2月24日に、 ザ・スニーカーウェブでコミカライズされることが発表され、コンプエースとエイジプレミアムの2誌でそれぞれ7もモリオと坂野アンリにより連載した。2012年7月25日にザ・スニーカーウェブにてアニメ化企画が進行中であることが発表され、2013年1月から3月にかけてテレビアニメが放送された。2018年11月時点で 全世界シリーズ累計発行部数は300万部を突破している。本作は、イクエーション、イクベージョンで第14回スニーカー大賞の奨励賞を受賞した龍の小太郎の初観光作品である。箱庭の世界を舞台に異世界から召喚された問題児たちが様々な修羅神仏や悪魔たちに立ち向かう物語である本作は、神話宿は歴史上の出来事等。 様々なモチーフが存在する。そのため、時に詰め込みすぎな印象を受けるが、これは、過去のスニーカー大賞の選評にもっとアイデアを使い捨てる塗料が欲しいとあったため、作者である竜の湖がその時の手持ちのアイデアすべてを詰め込めるだけ詰め込んで作ったためである。当初、竜の湖は完全オリジナル設定のファンタジーを書くことを思いついたが、現在のライトノベルの業界では、 話題性のない新人がこのようなファンタジーを書くのは厳しいと考えた。代わりに今まで書いたことのない歴史ものにしようと思いつき、史実のキャラクターが異世界に呼び出される内容にしようと考えたが、神話や伝承の要素を取り入れることを考え始めたあたりから方向性が変わり、最終的には現在の形になった。竜の湖は、 元から神話や逸話に詳しかったわけではなく、これらの知識は小説を書くために調べて得たものである。また、天音の優によるキャラクターや設定のラフ画をもとに、原稿の内容が修正される場合もある。執筆にあたり、竜の湖は迷わない、主人公を書くという方針を取ったほか、イクエーション、イクベイジョンにて、ヒロインが登場しなかったため、 ヒロインの描写にも力を入れた。イラストレーターの選定は、小説の執筆後に行われ、嘘耳を可愛く描けるという条件に当てはまった、天音の優がイラストレーターとして選ばれた。本作の題名にある、問題児たちが一世界から来るそうですよ。というフレーズは、もともと別の題名候補の副題についていたものであり、その副題を見た、担当編集者の勧めにより、 現在の題名になった。進められた当初、竜の湖は戸惑ったが、ライトノベルは存在を知ってもらわなければ、話にならないため、多くの人に知ってもらうことには有効であると考え、襲名をとって、たくましくあれという思いを込めることもあって、進めを受け入れた。自分たちの能力を持て余し、現実世界に退屈していた逆巡るいざよい、工藤明日香。 カスカベアカルの三人の問題児たちのもとに一通の封筒が届く。手紙の文面に目を通したのと同時に、三人は見たこともない風景が広がる異世界、様々な種族や修羅神仏の集まる箱庭の世界へとやってきていた。そこで彼らは呼び出した超本人の黒ギとジン・ラッセル、彼らが所属するコミュニティ、ノーネームに出会う。ノーネームは三年前、 ある魔王に挑まれたギフトゲームと呼ばれるゲームに敗北し、名も旗も多くの仲間たちも奪われ残るは子供たちだけ、という逆境の真っ只中にあった。そんな中にあって、不条のきっかけをつかめず絵空事を唱えるばかりの人を見かねた伊沢酔いは、今後のノーネームの柱として打倒魔王を掲げる。手持ちの町も畑も滅び、蓄えも労働力も足りない。 失われた仲間の奪還など、やらねばならないことはあまりにも多い。そんな状況を跳ねのけるべく、問題児たちは、ギフトゲームに参加していくことになる。問題児たちの絶大な力は、破竹の快心劇という言葉を形にするにたるものだったが、魔王という存在はやはり圧倒的なものであった。知恵も力も出し尽くさなければ勝てない戦いの中で、ノーネームメンバーは己を磨いていくことになる。 様々な戦いや出会いを経て、かつての仲間を取り戻し、コミュニティの規模を拡大させ、ノーネームとしてはありえないほどの功績を残していくが、3年、前の魔王襲撃事件を彷彿とさせる魔王連盟が動き始めた。アンダーアウッドにおいて、ノーネーム主力と互角の力を持つ彼らとの開口は、両者を避けることのできない、壮絶な戦いへと導いていく。事態は、 候補能の都において、前、ノーネームメンバーの行方の手がかりとなる彼らとの全面戦争へと発展していく。声は、テレビアニメ版における担当声優。他にリリーを含めて10歳以下の子供が120人おり、中には、獣のギフトを持つ者もいるが、ゲームに参加できるだけのギフトを持っている者はいない。平ら点体制その他5方12点疑事層。 製図一覧対応主権一覧その他の、主権一覧アストライ一覧種族一覧厳重一覧、精霊一覧その他、種族コミュニティ一覧連盟一覧新軍一覧第一部、問題児たちがい世界から来るそうですよ。第二部ラストエンブリオ問題児たちがい世界から来るそうですよ。コンプエース連載版、原作本編のコミカライズ、全4巻、問題児たちがい世界から来るそうですよ。 オツエイジプレミアム連載版、原作本編のスピンオフ作品、全3巻。2012年11月にテレビアニメ化が発表され、2013年1月から3月にかけて、東京 MX、TBKATX 他にて放送された。全10話。同年7月にテレビ未放送の第11話が収録された BD 付き限定版が発売された。 2013年3月29日から7月26日まで発売された。ありがとうございます。